はい、あきちゃんです。今日はですね、福士蒼汰さんについてお送りしたいと思います。福士蒼汰さんはですね、仮面ライダーホーゼでヒーロー役を演じたことで火がつきましたよね。で、その後ですね、アマちゃんで一躍人気者となったんですけど、まあ身長もね、高いし、まあイケメンということはもちろんですね、まあ、英語がですね、堪能だったりですね、まあ、性格も肝が据わっていたりと、女性だけではなくですね、男性からも憧れる存在として脚光を浴びてます。そこでですね、今、話題の福士蒼汰さんについて調べてみました。プロフィールはですね、本名は福士蒼汰さんですね。で、生年月日1993年5月の30日生まれ。出身地は東京都八王子市。で、身長ですね、183センチ。体重66キロ。血液型がですね、O 型。事務所がですね、検温ですね。で、趣味、寝ること、台本を読み込むこと、映画鑑賞。で、特技がですね、ダブルダッチ、アクロバットですね。はい。で、福士さんの出身中学とか高校はどこなのっていうことをちょっと調べてみました。芸能界にですね、入ったきっかけっていうのがですね、高校に入学して、その後初めて、友達と渋谷に行った時にですね、たまたま撮られた写真が雑誌に載ったことで、まあ、その写真を見たらですね、現在の事務所、検温がですね、福士さんをスカウトしたっていうことですね。で、初めてですね、行って渋谷で、今後ですね、自分の人生が変わってですね、しかも、それがですね、スターへの、上り階段というか、切符になるとはですね、本当に人生ね、何があるかわかりませんね。福士さんのですね、ご出身なんですけど、ネット上ではですね、東京都八王子市って言われています。ただですね、中学校については大田区立出雲中学校だったと言われておりですね、高校については都立、目黒高校に通っていたと、噂されています。その頃にですね、八王子から、ご家族でお引っ越しされた可能性が、高そうなんですけど、高校については福士さんが高校時代はダブルダッチに夢中になっていたっていうエピソードを話されていたことから、ダブルダッチが盛んな目黒高校に通っていたのではないかって言われています。大学についてなんですけど、高校時代に大学に行きたいとか受験したいっていう思いは持ってたんですけど、高校時代にね、すでにその俳優として芸能活動を始めていましたので、受験勉強に専念できないという状況もあってですね、中途半端な状態で大学行くよりも、芸能活動に力を注ぎたいっていう気持ちが強くなってですね、大学進学については、断念されたそうです。はい。で、ここからですね、好きなタイプとか恋愛事情についてちょっとお話ししたいなと思うんですけど、福士さんのですね、好きなタイプは、基本的にはしっかりした人がタイプらしいです。何でもですね、8割しっかりしているけど残りにはドジしちゃうようなバランスの女性がタイプっていうことですね。で、普段はですね、おちゃらけしてるけど、ここぞっていう時にはしっかりしてる人が好みだそうですね。で、芸能人で言うと、ローラさんがタイプらしいですね。ローラさんのその、見た目なのかな？ですよね。ローラさんとその8割しっかりしてたかななんてちょっと思ってしまうんですけど、ただローラさんですね、言葉遣い優しいし、男性だけでなくですね、女性からの人気も高い。で、お父さんの存在を抜きにすると好感度は高いですよね。はい。で、現在ですね、福士さんの彼女とか恋愛事情についてなんですけど、
ちょっとうまく言えなくて、恋愛事情についてなんですけど、今現在は福士さんには彼女はいないのではないかって言われていますね。何人かですね、そのお付き合いされてるんじゃないかとか、その噂されてる人っていうのはいるんですけど、というのもですね、福士さんって仮面ライダー宝勢を経てですね、一躍人気俳優としての階段を駆け上りましたので、まあ、映画とかドラマ引っ張りだこで、まあ、いつも何かの作品に出てるっていう状況があります。で、撮影とか取材で忙しい日々を過ごしている状況が続いていますし、またですね、以前テレビ番組出演した際に、今まで告白をしたことが一度もなく恋愛経験自体が少ないと語ったことがあります。で、自分から告白してみたいと思ったこともあるそうなんですけど、ちょっと奥手でね、どうしても積極的になれないとも語っていますので、現在ね、福士さんの状況を考えると、まあ、なおのことね、恋愛には消極的になってしまってるんじゃないかなって思います。福士さんからですね、積極的に女性にアプローチすることは少ないかもしれませんけど、まあ、おかしなね、女性にだけは捕まらないように気をつけてほしいです。はい、今日はですね、福士颯太さんについて語ってみました。はい、以上です。それじゃあね、またねー。